皆様こんにちは。50歳で育児中、ニューヨークのコリンゴでございます。ベイビーでございます。イエーイ。ですね、今日ちょっぴり告知いこうかなと思ってます。今日ね、8月12日なんですけれども、8月12日は月曜日、明日8月13日は日本の盆入りでございますね。お盆ですよね。それに関してちょっとね、告知させていただこうかなと。いろいろね、昨日上げた動画かなの年トレね、まあいろいろ皆さん思うことあると思うんですけれども、なかなか文化の違いとかね、私ね、ニューヨークに住んでるので、こっちでのね育児をいろいろ配信してるんですけれども、日本とね、いろいろ違うことがあると、日本の人はやっぱびっくりすると思うし、私も日本の育児を見てびっくりすることもあるし、まあそういうね、違いとかね、知れるのっていいよなみたいな、まあこういうそういうことをどんどん配信してて、皆さんもこういうのがあるんだなみたいなね、ネトリに関しても文化の違いでね、ほら、欧米はあたたたたた噛んでるし痛いし、ちょっとママあれなんですけど、そうちなみに今日はね、親子コーデでちょっと2人で迷彩柄着てんです。かっこいいよね、ほらかっこいい。そう、まあいろいろね、言いたいことはあったんですけど、ちょっとね、うちの息子ちゃん年トレでね、めちゃめちゃね、いい感じで言ってます。私と息子ちゃんにとっては、うちは年トレがとってもあったということでね、合わない人とかもいると思うし、年トレを決しておすすめはしてます。すごくいいので、困ってる人ね、なかなか子供さんが寝なくて困ってる人は、おすすめだけど、別に強制するわけじゃないし、日本の文化のね、川の字になって寝る、添い寝、私もね、念取りする前は添い寝最高、もうこれな、もう念取りなんかやってらんないみたいな、どうしても念取りをやらなきゃいけない状況になりまして、念トレやったら最高。念トレやっぱりね、何でもやってみない、痛いわよ、噛んでる、痛い、マジで噛んでる、痛いよ、本当に歯が生えてきてるんで。そう、それでまあやっぱ子供がいるとまとまらないね、話もね。もう間もなくで、この子念トレなので、お昼寝に入るんだよ、あなたね。そう、お昼寝もね、クリームに入れたらポンと寝てくれる、すごいね念トレ。念トレのね、ライブ配信先週したんですけど、まだ見てない方で念トレが必要な方はぜひ見てください。別にね、川の字になって添い乳がダメだって言ってるわけじゃないです。それで問題ない人はそうしてください。で、うちはもう念トレやってよかったなと。そして念トレやってね、息子が一人で寝て、今度ね、なかなかね、一緒に寝れなくて寂しいと思うかもしれないんですけど、もう起きた後こうやってベタベタでございます。もうマイベイビーって感じで、なんか余計にね、一緒に寝てない分愛情が深まるみたいなね。そんなんでね、また長くなっちゃったけど、実は明日の盆入り、お盆入るじゃないですか。明日ニューヨークの明日なんで、日本は翌日になっちゃってると思うんですけど、またこれがね、ニューヨークコリングラジオ年トレでね、私のね、息子ちゃんが偉いことに6時とか6時半とか7時ぐらいにはね、夜寝てくれるので、翌日朝まで寝て、偉いのよこの子、寝てくれるので、ニューヨークコリンゴラジオライブ配信復活みたいな、今までもちょろちょろやってたんですけど、ジョンさんがいる時じゃないとできないとか、誰かにベイビーを面倒見てもらわなきゃいけないっていうんですけれども、もうね、念トレしたおかげで私だけの時間を確保できたので、明日8月13日お盆入りですねに、ニューヨーク時間午後8時ですので、日本だと、まあお盆休みでしょうけれども、翌日の8月14日の水曜日の午前9時からになりますね、からお盆スペシャルやりたいと思います。お盆スペシャルすごいのよ。なんとニューヨークの霊能ママメイコさんすごい能力があってね、亡くなった方とか、あと動物とか、あと子供ね、まだ言葉を喋らない子供とかの
魂とコンタクトできるの。すごいよね。そしてあの魂の声を聞くことができる霊能ママメイコさん、ニューヨークのね、彼女すごい能力を持ってるので、お盆に入るっていうことなので、もうね、盆入りで、お盆でね、魂をね迎え入れる、日本はね、そうですよね。そのね、そんな時にね、スペシャルライブ配信させていただけることになりまして、なんと公開リーディングをしていただきます。公開リーディングで、まあ、あのメイコさんはそうやってね、あの亡くなられた方、動物、またこうやって言葉を話さない赤ちゃんの魂にコンタクトできるので、それで今回のライブ配信ではこのうちのベイビーちゃんの魂にコンタクトしてもらってセッションしてもらえると、すごいくねえですか。あの毎日一緒にいるのでね、なんかね、泣いたらお腹空いたのかな、おむつ汚いのか、そういうの分かるじゃないですか。まだお話おしゃべりしないので、コミュニケーションってやっぱり泣く笑う騒ぐとかそういう形なんですけど、実際に彼の魂にあのコンタクトしてもらってリーディングしていただけるってこと、すごくないですか。私あなたに聞きたいことがいっぱいあるの。ということでね、皆さん公開リーディングですよ。もうお盆にはもってこいのスペシャルだと思うので、ちょうどお盆休みですし、ちょうど魂でもね、あのみんな日本のね文化としてはこう魂が帰ってくるあの日ですしね、ぜひね、この公開セッション、公開リーディング、私めっちゃ楽しみにしてるんですけれども、メイコさんについてね、メイコさんすごいね、一度お会いしたんですよ。ほんと実はうちの近所に住んでたっていうね、すごいミラクルがあったんで、そうですそうですってどうなんですかね、なのでね、すごい配信をしちゃうので、これあのね、あまりに忙しくてなかなかね、あの告知ができなかったんで、せっかくだったらこんなすごいのね、あのたくさんの人に見てもらいたいなと思って、メイコさんの公開リーディングをあの公開いたします。また私もね、いつもライブ配信でこういうの公開しちゃってね、ね、なんかドキドキしちゃうけど、なんかちょっと楽しみなので、よかったら皆さんね、お盆休みに、ニューヨークコリンゴラジオ見に来てください。ということでね、ベイビーはそろそろお昼寝に入ります。イエーイ。ということで、明日8月13日火曜日のニューヨーク時間午後8時、もうベイビーはねお休みしてますからね。で、日本時間は14日水曜日の朝9時になります。大好き。すごい濃厚すぎる。噛んでます。痛い。ということでね、あのうぜえよって感じでしょ。皆さんすいませんね、愛情がもうすごすぎちゃうので、すいません、公共の場でこんなにイチャイチャしちゃって。なのでね、よかったらニューヨークコリンゴラジオ見に来てください。ということでした。で、告知でございました。じゃあお昼にしようね。ではよろしくお願いします。チャンネル登録もなければね、もうね、ずいぶん長い間、まもなく1万人とか言ってんですけど、全然1万人に達しないんですよね。なんかわかんないんですけど。まあ、地道にやっていこう。地道にやっていこうね。ということで、明日よろしかったらライブ配信でお会いいたしましょう。それでは皆様、良い一日を、日本の皆様、おやすみなさい。失礼します。